合宿で楽しかったことは、日本ではまず経験できないカジノに行けたことであったり、あとはその自分は北海道出身なのでビーチで水着になってワイワイするって機会もあまりないので、本当に日本では経験できないかなっていうこともたくさん経験できたのでよかったです。やっぱり今回はアメリカの ABA に所属する松田幸喜さんであったり、あとは今シーズンからシドニー、オーストラリアのチームでプレーするバン・コーセー選手と一緒にやってたんですけれども、やっぱり2人ともケアにはしっかり重点を置いてやっていたり、あとはストイックに練習に取り組んでいる姿であったり、ふざけるとかふざけるだったり、スイッチの切り替えがすごいいいなと思って、あとはやっぱりそういう優しくもあったり厳しくもあったり、さまざまな言葉もかけてくれたので、本当に自分としても勉強になったので参加してよかったなと思います。はい、もちろん参加したいです。本当に貴重な経験がたくさんできる合宿なので、日本の皆さんもレッツジョイン。そうですね、やっぱり1週間ほぼ毎日プロ選手と一緒に行動するということで、毎日その選手のケアだったり、あと最終日に関しては実際にトンガとサモアの選手と練習試合をするという形で、自分もプロ志望のコーチとしてヘッドコーチを務めさせていただいたんですけども、やっぱり貴重な経験にはなりましたし、まだまだ経験不足だなっていうのもあったので、これを糧に今後1月にも B リーグのトライアウトも控えているので、ぜひそこでまた新たにレベルアップしていきたいなと思います。はい、自分のいた家は81歳のおばあちゃんの家だったんですけども、本当に優しくしてもらえて、いろいろ洗濯だったりっていうのもすごく気を使ってもらえたんですけども、ただいろいろなものが置いてありすぎて、朝ごはんの時に、まあ、こっちの文化だろうと思って飲んだものが下剤だったりっていう、まあ、ハプニングもあったんですけども、本当に優しくしてもらえるので楽しかったです。